どうも、こたばです。今回はファイナルファンタジーレコードキーパーのコロシアム金色の闘技場の女子力試し上級へ挑戦します。今回も声のみの実況となりますが、ご了承ください。はい、メンバーはこんな感じです。はい、女子力高めを目指している男子メンバーたちですね。で、行ってみようかなと思います。はい、まずマシュコが花束ですね。で、アビリティメテオクラッシュと、爆裂聖剣突き。で、エコマテが魔法の力で必殺ゲージが溜まっている状態です。で、カイコがブロンドのカツラですねで、アビが剣戦と乱れ打ち。で、レコマテが獣の力です。で、サイコがストールですね。おしゃれですね。アビがセイントクロスとバニッシュレイド。で、レコマテがホーリーナイトの誇り。で、今回の女子会のリーダーですね、バレコ。バレコが金のアミュレットつけて、で、アビがフルブレとハイマジ。で、レコマテがモグの教え。はい。で、今回の白魔役、ガブコ。エクスカリパーと、リボンとレノのピアス。一番女子力が高めですね。アビがシェルガとケアルガ。で、レコマテが幼なじみへの恋心です。いやー、ガブコが幼なじみへ恋心抱いているという。バッシュもタジタジですね。はい。で、今回こんな感じで行ってみたいと思います。じゃあ、一ノ瀬ななみさんの、守護神をお借りします。行ってみましょうか。ちょっとスタミナ回復します。全く無興味なんで、ちょっと勝てるかわかんないんですけど、まあ、行ってみましょうか。どうですかね。まあ、普通の共鳴ならともかく、ブレイブ共鳴なんで。まず、マシコは、バフ入れて。どれぐらいかな。うわ、めっちゃ食らう。さっきシェルが張ります。めっちゃ食らう。これ、ちょっと測るな。無理かな。バニスレイド。ちょっと先にシェルが入れやな。これはもう、ガブコがもう、打たないですね。守護神で魔法も上がるので。まあ、セーブ・ザ・クイーンとか持ってたら、精神上がる剣なんですけど、今のところ、ない。あ、マシコが、バーサクになってますか。まずキャルガですね。ペンシン、セイプロ。あー、頼みの妻のマシュコが回復量2700ですね。型これは最高頼みですね。今フルブレを入れて、守護神入るとだいぶ火ダメが減りましたけど、それでもちょっと物理がきついですね。マシコが痛いな。バーサク、まあ、エスナ持っていこうって言ってましたもんね。この魔法が痛いから、あ、いやー、もうサイコがこれはまずいな。頼みの綱のサイコがカイコ頑張ってますね。
1体落とせると楽になるんですけどね。ちょっと、とりあえずサイファー、サイコーホットは。うわぁ。結構鬱陶しいな。サイコー起こした方がいいかな。カブコも頑張ってますね。いけ、カイコ。バーサクいつ切れんのやろ。ちょっとバレコで起こしますね。まあ、ガブコで起こしたいんですけど、しかもクリティカルやん。ああケアルカですね。もうそろそろマシコのバフも切れ、いやガブコがガブコのバーサクはきつい。これはきついな。うわガブコ、これはきついな。最後でいけるかな。あ、マシコのバフが切れましたね。あ、あれそっち行った。頑張れみんな、女子力見せつけたれ。よし。あーガブコ攻撃してましたね、エクスカリパーで。守護神も切れてますね。まずいな。マシコ、もう前半パーサクで全く機能してませんでしたから、ちょっと暴れてもらいましょう。あーもうガブコがもうけけ、マシコの爆裂行きましょうか。この点意味あるかな。よしよし、マシコナイス。ガブコ、あーカイコ、これはちょっと、これは起こさないまずいですね。カブコが最高。あ、敵しか攻撃せえへん。もうちょっとそっとしときましょう。あともうちょい。いけいけ。ちょっと3にします。女子力高めを目指しているメンバー、頑張れ。あーこれがスロードか。コンチ、あ、いけた。辛いですね。まあ状態以上が辛かったですね。おーやったー、いけたいけた。で、今実は
ミスリルを70個ぐらい使って、まあ、今オープンマラソンしてるんですけど、今回このミニゲームがあるので、もう完走してるんですけど、初日で完走はしたんですけど、そのチップが出るゴールドナイトが出てくるので、全くその時がオーブが取れないので、ちょっとお正月の時に比べて効率が悪いのかなと正直思いますね。あの、まあ門松フィーバー、門松くんもいたのでっていう感じですね。伸びよイベントは全く着手してないんですけど、まあまだまだミスリーも貯めて、で明日からセブンの、まあ、クラウドのオーバーフローが来るということで、まあ結構ミスリーもたくさんいただけるので、うん、まあまだまだ、まあどれぐらい回そうかなっていう感じですけど、はい、まあ今回はこんな感じですね。はい、では今回はこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。